あなたに昔の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく。それとも私があなたの話を聞くのでもいい。じゃあ今日はエレンが泣いていた時の話をしよう。あ、すっかり話してしまったけど、あの時私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった。ここにいたか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班？私たちの他に新兵は参加するのでしょうか？いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備。次の任務ではエレンと離れることに。そうかもしれないけど、エレンは私とは離れたくないはず。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを知やる。エレンは大丈夫だろうか？アルミンも。とにかく今は目の前の敵に集中しよう。早く片付くようにあなたも協力してほしい。やれるか！よく来てくれた。人類のため引き続き励んでくれ。ね、間に合ってよかったです。あれ式の巨人に何を手間取っている。し拠点を頼むぞ。行ってやれ。Yep.
貴様ならできる。始めてもいいかな。しくじった。手を貸してもらえる。作戦を始めるとしよう。逃げたりしねえ。やったぞ。やった。やれるか。生き抜く術を持ってるんだな。限り私の判断は常に正しいはずだ。
たとえ敵が強大でも背を向けるわけにはいかんのだ。兄弟でも背を向けるわけにはいかんのだ。任務は無事に片付いた。エレンとアルミンを信じてはいるけれど、やっぱり心配だ。早く帰還しよう。任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取って、本体もすでに帰還しているはず。私
お、ピクシス司令がいらっしゃるぞ。せっかくだ。ピクシス司令、お疲れ様です。今日も上等な酒を引っ掛けながらお散歩。ハンネス、人聞きの悪いことを言うでない。外に持ち歩くのは安酒。そういえばトロストク奪還作戦では思い切った決断をしたもんですな。何、勝てる可能性があったからこそかけただけじゃ。わしは負けるのが大嫌いじゃからの。わしとて人類の命運を分かつ場面でさすがに飲んだくれたりせんわい。さて、任務があるので俺はこれで。お主はまだ時間があるか。ちと付き合って。チェスの相手を探しておってな。お主、やり方は知っておるか。そうか、ならばわしを相手に腕を磨くといい。チェスで頭を鍛えておけば戦術を考える上でもきっと役に立つはずじゃぞ。まあ基本的なところは理解できたようじゃな。次は真剣勝負じゃ。覚悟。何か提案があるのか。意見があればいつでも。この前の任務ではよくやってくれた。君の技量についてはあらかじめ聞いてはいたが、確かに調査兵としての素質があるようだな。それは否定しないが、素質は十分だ。経験さ、共に行動して特に感じたのは、君が様々な問題に着目して、そんな君に頼みがある。調査兵団の存続のため、まだ組織の常識や暗黙の了解に染まりきっていない。新兵だ。調査兵団は現在様々な問題を抱えているが、その一つが壁外調査での生存率の低さだ。長距離索敵陣形の採用によって改善されたとはいえ、今もなお少数の生き残りによって戦力は維持されているが、兵団全体を見れば練度の向上。そこで君にはこの問題の解決策を考えてもらいたい。いや、まず考えてもらいたいのは練度の向上について。兵団全体の練度の底上げができれば、壁外調査での生存率も。次に会う時までに考えをまとめておいてくれ。新兵ならではの角度。
何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる造園によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって。ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロス。エレン、まさかついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねえんだ。そうか。きっと、ここに長く居すぎてしまったんだな。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただセンスとして最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！迂闊に近づけないよ。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。熱風に乗って瓦礫が飛んでくるぞ。注意して進め。瓦礫の影に入ればあいつの蒸気を防げる。あ、また瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。粘り強くチャンスを待つんだ。ヤツの動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。瓦礫の影に隠れてやり過ごせ。ユミル、まだきっと死んでないから、どうかお願い。近くの瓦礫まで移動するんだ。ヤツは動きが遅い。近づいてしまえば必ずうなじを削り取れるはずだ。鎧の巨人を引き受けてくれてる。僕たちは超大型巨人に集中しよう。超大型巨人、やっぱりライナーとベルトルトが。
えることはもうできない。殺せ、ためらう。強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。兄と違って常に全身が硬い。何か打つ手は。ミカサ、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。昔戦争で使ってた鎧にも鉄で覆えない部分がある。脇やまた、あとは膝の裏側だ。いけー、やっ、倒されんならいいぜ。その首よこせ。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミ、なんで。そういえばそうだね、エレンは昔。私はただそばにいるだけでいいのに。
それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺。クリスタ、やっぱり君には残ってほしい。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つな。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。そう、一刻も早くエレンを取り戻す。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。助ける賭けに出るか。俺は、そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。
だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱った、つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや、ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。は？何怒ってんだよエレン。俺が。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいいか。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らはなんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊、おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが、いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込む。結果心が分裂し記憶の改ざん、話がかみ。ふざけんじゃねえよ、ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか。謝っ、それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず、正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだ。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去る。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このお前らが今クリスタを連れていかないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。ちぃ、エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。ベルトルト、どうしてこんな。